島原鉄道、島原鉄道株式会社、島原鉄道は、長崎自動車、長崎バスの子会社で、長崎県の島原半島一帯で、鉄道、路線バス運行事業及び船舶運行事業などを経営している会社である。雲仙復元岳の噴火災害からの復旧中の増資時に、長崎県や地元市長が一部株式を保有するようになったが、後年に、 資本参加したこともあって、第三セクターとは扱われていない。2015年現在、15両が在籍している。島原鉄道に在籍した機関車は、次の23両である。これらのうち、島原鉄道が発注したものはわずかに6両であり、他はいずれも全歴がある。改版は、口の津鉄道からの引き継ぎ車については1943年7月の合併時に、 1948年3月には在籍者のほとんどについて行われている。島原鉄道の二軸客車はいずれも木造車で1911年の開業に、際して鉄道員から譲り受けた10両、1から10、1913年の延伸開業に、際して同じく鉄道員から譲り受けた6両、11から16、1915年に、 譲り受けた7両、17から23の計23両である。その後、1923年及び1924年に、口の津鉄道へ4両、1927年には、温泉鉄道に3両を譲渡し、1943年の口の津鉄道合併時には16両の二軸客車がいました。口の津鉄道からは、先に譲渡した車両の再編入を含めて14両が、 編入され、この時点で、島原鉄道の二軸客車は三十両を数えたことになる。また、戦後の車両不足の時期に、海軍交渉で使用されていた小型貨車が、簡易客車として使用された。全長五メートル、幅二メートル、高さ三メートル程度で、腰板が高く幕板のない粗末なものであった。何両が使用されたかも不明であるが、 カズサ海水浴場のバンガロを等として、給料が利用されているのが確認されている。島原鉄道のボギー客車は、1920年に鉄道省から譲り受けた一両を行使とするが、その後、自社発注の木造車が十両製造されるとともに、前日の二軸車三両と交換で、温泉鉄道から一両を譲り受けてい。口の津鉄道合併時には、 五両が編入された。戦後の1950年10月には、日本国有鉄道、国鉄から給料を譲り受けた。島原鉄道の木造客車は26両が在籍したことになる。これらの一部は、廃車後、カズ海水浴場のバンガローとして再利用された。カズ駅バンガローになった鉄道車両を参照。保線用モーターカーとして、 富士中工業製の小型機 TMC100 バイトを保有しており、レール等の資材運搬に使用していた。1999年にはより大型の TMC370 が入選した。同期は、前後とも自動連結機を有して、救援車両の牽引にも対応し、残存していた機関車、D3703 が置き換えられた。1993年には工事用車両として、 ワム八万、ワム八万一、ヨ八千、ヨ八千一角一各1両とホ機八百、ホキ機百一、八百0二両が入選した。いずれも車席編入はなされず、ワムは黒一式に塗装され白色で、救援者の文字が書かれていた写真参照。2014年3月から車両の命名権を販売しており、個人でも法人でも購入することができる。 3ヶ月で15万円、6ヶ月で20万円、12ヶ月で25万円で販売しており、車両の前と後ろに命名した名前や希望したデザインを施したヘッドマークを検出してその期間運行する。路線バス、貸切バス事業を行っており、島原市を中心に、佐早市、雲仙市、南島原市を含む島原半島全域を営業エリアとしている。 他に、大村市にある、長崎空港と諫早市、島原市を結ぶ連絡バスも運行している。ターミナルは、島原市中心部の島鉄本社前駅近くに島鉄、バスターミナル、雲前市小浜地区に小浜ターミナルを設置している。また、諫早駅前に諫早ターミナルを設置していたが、2007年4月1日、長崎県営バスの島原半島撤退と同時に、県営バス、 諫早ターミナルに機能を移した。これにより、県営と島鉄で別々に設置されていた諫早駅、前のバスターミナルが統合された。営業所は、島原市、諫早市、雲仙市、雲仙、南島原市、口の津に置いている。島鉄バスでは、通常の長崎スマートカードが使用できるが、モバイル長崎スマートカードは使用できない。かつては、諫早オバマ、 運前館に島原号乗り継ぎ専用特急バスを運行していたが2005年9月30日をもって運行休止した。現在は島鉄の路線バスとの接続乗車券を発売している。島原半島内の各地区に路線を持つ。主な路線は以下の通り。車両は2002年までメーカーを日野に、ボディも日野純正の日野車体工業、現。 J バス製に統一していたが、2003年以降、ごく少数の三菱不お及び椅子車を購入している。また2007年4月に、島原半島から県営バスが撤退した際、半島内の路線で運用されていた県営バスの三菱不装車中古車を譲り受けているほか、長崎バスから椅子鈴車中古車を譲り受けた。旧長崎バス社は、 左右分割式の大型方向膜や前後式扉、従来は前扉や前中比といった特徴のまま使用している。2010年には KO バスから日産ディーゼル RN を譲り受け、国産4メーカーが揃うことになった。車両は車種に関わらず、白地に赤色、金色の帯、この図色自体は、 日野のサンプルカラーをベースとしたものであるが、車両により乗り分け方が異なる。2002年以降に導入された、ワンステップバスノンステップバスや、県営、長崎バスからの譲り受け車両は、旧塗装を復刻した白地に赤色の塗装である。なお、2001年以前の車両も、この塗装に塗り替えられた車両が存在する。なお、2018年1月に、 長崎自動車の参加となってからも、長崎バスからの中古車を譲り受けているが、塗装は、長崎バスカラーのまま車名を変更し、島鉄のロゴを入れた上で運用にツいる。ただし、方向幕は、長崎バス時代に LED 化された車両も移籍後は、幕式に戻されている。フェリー、島鉄フェリーを運行している。かつては、高速船も運行していた。 有明海の出口にあたる早崎瀬戸を通る。国道389号の会場区間を担っている。口の都港で、島鉄バス諫早、和佐、小浜経由、島原方面、原城、深江経由、鬼池港で、三考バス、本土バスセンター行きに連絡する。島原半島遊戯県、三区パス、北部九州版、全九州版での利用も可能である。 以下は、最終運行日の2015年3月31日、現在の状況である。西鉄福岡、天神駅から島原を、西鉄天神大牟田線の特急列車と、西鉄バス大牟田、連絡バスを介して、約2時間20分で結ぶルートを形成し、福岡市と島原半島を結ぶ、最速交通手段となっていた。島原港でも高速線の時刻に合わせ、 運転方面へのバスに連絡するなど、島原半島各地とのネットワークも形成していた。西鉄電車、バスと高速線の乗車線券が1枚となった連絡乗車券を、福岡川、西鉄主要駅、島原川双方で発売していた。また福岡川では、往復割引と島原半島内フリー及び、施設割引をセットした、誘惑島原観光切符を、 島原側では、往復割引乗車券と福岡市内の宿泊施設がセットになったパックプランを発売していた。戦後長らく、島原観光機船が運行していたが、1997年に休止となり、同年8月より、島原鉄道が引き継いで運行を開始した。年間利用客は2001年度に73,800人を数えたものの、 燃料費の高騰や政府の高速道路料金割引政策等の影響で乗客は減少し2010年度より赤字に転落。2013年度の利用客は3万8000人と最盛期の約半分にまで減少し、2014年度には2万8600人となる見通しであった。2015年1月、船舶と従業員ごと、 長崎市の山佐海運への事業譲渡を発表。同年3月31日をもって、島原鉄道による運行を終了した。高速線三池島原ラインに名称を変更し、翌日の4月1日から山佐海運による運行が開始された。伊佐早駅前で、ビジネスホテル、伊佐早ターミナルホテルを運営している。また、不動産賃貸事業も行っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。